せーの、本日のよろぴこ。博多に帰ってきました。プレーワーク。本日もよろぴこ。近藤さんね。はい、近藤さん。近藤さん途中でコーチになられてますよね。そうそうそう。あ、そうなんだ。はい、近藤さんが1年目の時に僕がもう最後の年だと思ってキャンプの時からハーフ分戦も必死でやって、うん、それまでも必死やってたんですけども、うんうん、結果出たんですよ、うん、ハーフ分戦で。でも、うん、もしもう最後の年だからこの1年かけてっていう思いで、うん、はい、で僕の結果残したんですけども、うん、開幕前のメンバーがこう決まるじゃないですか、うん、でバーッとロッカーに張り出されて、で僕の名前はない、丸ついてないんですよ、1軍の開幕、うん、はい、ベンチにメンバー、うん、でそれを後に張り出された後にすぐ近藤さん呼ばれて監督です、うん、でもうちょっと厳しいと、はい、何が厳しいか分からない、1軍で、はい、ゲーム使うのは厳しいと、うん、で僕はその時に試合数が1430いくつだったんですよ、うん、で自分の中で、うん、1500試合はやっぱり目標ですからっていうところで、それは厳しいと、うん、もう若いやつにチャンスはやりたいと、うん、いうことで、はい、でも納得いかないよな、納得はいかなかった、正直言って若いやつでさ並ばれたらいいよ、分かるよ、はい、いう成績とか、そうなんですよ、あのそうだよな、はい、でそこでファームの行って若い選手指導してくれっていう風に言われたもんですから、はいはい、まあ、自分の中ではやっぱり気持ちの整理もついてないしというところで、うん、まあ、しばらくちょっと考えさせてくださいというところで、でまあ自分の中では、まあ、その先のこといろいろこう考えて、うん、はい、でその次の年のもうコーチっていうところも言われてたもんですから、うん、はい、それであればもうコーチ業というか指導者の道でというところで、1500出てないんだ、出てないです、1430靴だったと思うんですよ、嫌われてたか近藤さんに、嫌われてた、いやそんなことないんですよ、おかしいね、はい、大体俺嫌われてやられてその後も近藤さんはいや近所だったんですよ、うん、でコーチになった時も千葉の球場必ず近藤さんと行きは僕が迎え行って車乗して、うん、いろんな話をしながら球場には行かせてもらって、帰りは近藤さんはタクシーですけども、嫌われてたってことはないと思うんですけどね、でも納得いかないよね、まあ、あのその時は納得いかなかったですけど、ね、まだ体も元気だったし、そうだよ、ね、はい、オープン戦も結果出してたんでまだやれるっていう自信もあったんですけど、このところ37 37、38ですね、37、はい、どっかトレードに出してっては言わなかったですね、いやトレードはその時は言わなかったし、はい、でも近藤さんがベスターズの監督やられた時、はいはいはい、オフのイベントで新横浜の駅でちょうど会ったんですよ、パ、うん、ートホームで挨拶したら、うん、おー西どこ行くんだみたいな感じで、いや大阪行きます、あそうか、じゃあどこ何号車何番やってパートホーム、あ、後で行くからっていうところで、昔あの食堂車がまだ新幹線に着いた時、はいはい、でそこでこう話して、うん、で実は今お前のトレードをロッテに持って行ってるからっていうところで、うん、はい、で僕もその時てっきり横浜行くと思ったんですよ、本当に、はい、うん、でも結局あの交換要員で折り合いがつかずにっていうところで、うん、それがボツになったっていう、で近藤さんがジャイアンツあのいらっしゃった時もよく声をかけてもらったんですよ、ね、はい、その時言ってたらどうなったかわからないですけど、まあまあそもないと思うんですけど、まあ、まあね、これからその先はわかんないから、はい、みんなね、夜見たくなってるかもしれないし、まあ、それもありました、うん、そういうのへそ曲げてね、いいじゃないですか、今 YouTuber ですよ、で俺はね、もう後悔先に立たずとかさ、うんうん、長いもんには分かれるとか、沈黙は金になるとか、このまま落ちちゃったんですもんね、吉岡さんからそういう言葉が出るとか最近の名言なんですよ、でもあの当時にやっぱりそこまでこう我慢するような時代でもなかったじゃないですか、でもねやっぱね我慢する人間だと俺いないもんね、うん、よー喧嘩くで買ったもの俺ね、金谷にも金谷監督にもね、この散歩俺分かんないって言うし、やっぱりその時いらっしゃいましたもんね、時代的にはいらっしゃいました、小学校の見てました散歩朝のもう、はい、いろいろだって1時間真夏でもですね、俺耐えられるの、遠征行ったらもうどこでも必ず10時ぐらいからあったじゃないですか、あったやん、あの大阪でさ梅田から富士台まで行くバス、冷房入れずにでしょ、うん、はい、冷えるからっていう真夏、まず着いたら着替えようもんね、汗かいて汗びっしょりでいたよね、あの時ね、で1台だよな、バスさんの時、そうそうそう、1台ですよ今、
その当時ほんま真夏あびっしゃびしゃだったね。誰も覚えたね、新幹線のグリーン車のあの時も冷房あったでしょ。はい、キレって言って、はい、まあでもそういう時代でしたよね。時代なんでしょうね。まあ、他の球団はそんなことなかったと思うんですけども、はい、でもやっぱそれは徹底したよね。あの金田さんはすごい職にうるさかったよね。まあうるさかったですね。だからチョコにカニ手が出す、カニ、あの時僕ちょうど外出かけていなかったんですけども、みんなそうだね。次の日聞いたらホテルで食事した選手たちが次の日言うわけですよ、聞いてくださいよって。そうしたんやったら、いやチョコのとこだけ監督が、ああチョコキャノクエとかですね、で他の選手は、俺らはみたいな感じで誰一人としてあれ多分書いてあった、前田さん、前田さん書いてあったんですよ確かまあチョコだけにはすごかったですね。でチョコは全くそれ分かんなかったらしい。あ、そうですか。まあ新人で結局カニ食ったかって言われて食べてませんって答えたらカニが来たらしいんですよ、次の日で。池田マネージャーがいるやん、はいはい、めっちゃ怒ったよね池田マネージャーが、ほらもうくさーってただ左ピッチャーだしな。そうですね、で思い出あったんでしょうね、やっぱりドライチっていうことも、うん、思い出だったと思う。でも前回うちチャンネル出ていただいて誰が怖かったですかって聞いたら吉彦さんと西村さんですってはっきり言ってました。優しいじゃないですか、はっきり言ってました。吉彦さんと僕ごめん、俺の前言われてるからな俺にねお前おらっつって。それ怖いっていうか、やっぱり僕はその時思ったのは言われる方が悪いですよ、やっぱり。 あいつが入ってきて自主トレの時ですよ、うん、で高卒1年目でこう走った後にこうバーッとダッシュしてこう歩いて帰るじゃないですか、ポケットに手突っ込んでこうって帰ったりして俺はもうその時代はこれはもう怒られに決まってますよね。そうですよね、はい、だからもう第一印象っていうか最初はそれだったんで、ああ、まあ、その後もこう厳しくなるじゃないですか、ね、なりますよね、はい、なんですよこれ先輩とかももちろん言えないんですけどもある程度年数いった選手だったら分かるんですけど、まあこいついい度胸してんなと思って、あ、まあ、度胸満点でしたよね、はい、まあそれさ福岡や、うん、でやっぱし甲子園出てさ準優勝でね、やっぱ上り詰めてるわけやから、上り詰めてなったらこうなるやろか。あれはびっくりしましたけどね。誰かいたやろか、食堂でボコボコされたピッチャーが。そうなんでしょう。あの時いなくてですね、聞いた話ですけども、すごかったらしいですね。俺もいないのかって。はいはい、あ、そうか。要するに、ね、入る前で、そうですね。伝説、あの、そういう噂を聞くよ。ダボダボのジャージー着てきて、バ、はいはい、ーってやってきて。はいはいはい、みたいな。誰と何近いよ、ほっつって。あれも高卒1年目か2年目ぐらいでしょ。かな。はい。一ですね。あのジャイアンツの笠原君のお父さんですね。そうです。そうです。そうです。やっぱ福岡ですもんね。福岡多いんだわ。でも、そうやって考えると、やっぱりこう言われたり、やられたりするのは仕方ないですね、そうやって。そうですよね。で、僕なんか真面目だったんで、真面目っていうか、練習めちゃくちゃやってたんで、はい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 、あれからもやっぱ怒られたことないですからね。あの逆にロッテ、まあ入られない寮じゃないですか、ロッテの寮ってどんな感じだったんですか。寮はですね、一番最初は、はい、あの、はい、東京の杉並区の高円寺っていうところ、高円寺、はい、うん、で僕はあの1月に寮入るじゃないですか、はい、でも最初に聞いてたのは、はい、その寮で生活してでキャンプ行きますと、はい、でその時にもうあの埼玉に引っ越すっていう、はい、ことだったんですから、ね、埼玉のあの狭山というところに、狭山、はい、最初、うん、で高円寺の寮6畳で2人ですよ、うん、大体昔そうじゃないですか、うん、で今度はい、あのキャンプ行きました、帰りました、狭山は12畳に1人です。おお、もう天国でしたよね。おお、エアコン付きですか。エアコン付いてます。今の寮じゃないよ。違う、今浦和じゃないです。浦和、はい、うん、狭山っていうところ、うん、昔なんかあのロッテの工場の寮だったらしいんですけども、もう寮自体は天国です。その代わりすごい、ね、もうみんながやっぱり、まあ、汚いというか、はい、そういう風に当然聞いてて、で実際ネット当たるよね、全部カーンって、はい、そう、まあ、そうカチャンってもうすぐ後ろですからね。ショートはそれこそ健一ですよ。健一ね、うん、でショートは僕のすぐ近く、はい、健一返しますと、はい、でそこから今度ファーストはホームランのところに入って、はい、ああ中継ですね、ありますね、たけしが、はいはい、
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。